オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響先生です。Bonjour、 アンサンブル講師の響です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近のビッグニュースといえば、ジャック・シラク元大統領が亡くなりましたね。彼は1995年から2007年までフランス大統領を務めましたが、僕は1994年生まれなので現役時代の彼を全くと言っていいほど知りません。フランス語やフランスに興味を持ってからというもの、なんとなくその人柄を知るようにはなりましたが、今回の訃報を受けたメディアや周囲の人たちの反応を見て、彼がどれだけ愛されていたのか初めて実感することができました。さて、僕たちにできることは少ないですが、せめてフランス語を勉強しているものとして彼の名前をしっかり発音できたら、親日家であった彼も喜ぶのではないでしょうか。ジャック・シラクという名前はフランス語ではジャック・シラクと発音します。シラクの方に R の音が入っているのが難しいと感じるかもしれませんが、それ以上に肝心なのは姓、名、それぞれの最初の一音です。ジャックのジュとシラクのシュですね。実はこの二つの音はとてもよく似ていて、ほとんど同じ音です。カタカナではシに濁点がつくかつかないかで見分けますが、これを音声学では有声音と無声音という風に呼び分けます。もちろんジュが有声音でシュが無声音ですね。でもこの違いを除けば、この二つの音は口の中の全く同じ場所を使って全く同じ要領で発音しています。ではフランス語のシュは日本語のシとは何が違うのでしょうか。まず日本語でシと発音してみてください。この時舌はどこにありますか。特に何も仕事せず、舌の歯の裏にくっついて寝そべっているだけだと思います。では今度はフランス語でシと発音してみましょう。舌を寝かせたままだと正しく発音できないと思います。この音を発音するには、まず舌先を少し浮かせ、軽く丸めて口の内側に引っ込めます。そして歯の裏で軽く空気をこするとシュという音が出ます。そしてこれを濁らせればジュと発音できますね。ではもう一度ゆっくり発音してみましょう。ジャック・シラク、ジャック・シラク、ジャック・シラク。上手に発音できましたか？有能で人間味があるだけでなく、名前もフランス語らしくてかっこいい大統領だったんですね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部ではアンサンブル情報交換コミュニティで人気のテーマ、〇〇先生はこうしてフランス語の壁を越えたより、美智子先生の回についてご紹介します。それでは早速今日のレッスンを始めましょう。最近テレビでとある語学番組が始まりました。テーマはアラビア語なのですが、その舞台がモロッコだったのです。実は僕も昔
フランスに留学していた頃、せっかくそう遠くないのだからとモロッコを旅したことがあります。ヨーロッパの外を見てみたかったのと、公用語ではないもののフランス語が広く通じるので、旅先に決めたのでした。番組の最初に映し出されたのは、モロッコ最大の観光都市マラケシュにあるジャマエルフナ広場です。マラケシュは僕ももちろん行ったので、思わず懐かしさに浸ってしまいました。さて、この懐かしいという表現、フランス語ではどう言ったらいいでしょうか。それほど難しくはなく、形容詞のノスタルジックという単語を使います。ただ、使い方に注意が必要で、何かを見たり聞いたりして懐かしいと感じた時には、A を B にするという意味の動詞 rendre を使って、それが私をノスタルジックにするという言い方にします。なので、それを表すさを使い、ça me rend nostalgique ということが多いです。nostalgique という単語には、先ほど練習した je の音が入っていますね。それでは、発音に注意して繰り返してみましょう。ça me rend nostalgique. ça me rend nostalgique. ça me rend nostalgique. ジャック・シラク大統領の現役時代を知る方は、今回の報道で当時の映像をご覧になって、まさに懐かしいと思われたかもしれません。そんな時には、ぜひこの表現を使ってみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。響き先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は、アンサンブルが月に1回、無料で生徒様に提供している、情報交換コミュニティの開催レポートをお届けします。これまでに、数々のテーマで開催してまいりましたが、とりわけ、今年の2月に始まった、アンサンブルの日本人講師が司会進行を務めている〇〇先生はこうしてフランス語の壁を越えた。こちらは生徒様より大変ご好評をいただいております。そこで今回は9月に行われたベテラン講師美智子先生による本コミュニティの開催レポートの一部をご紹介します。今回の美智子先生はこうしてフランス語の壁を越えた。では、参加者の皆さんが現在または過去に壁と感じていらっしゃることを自由に話していただいたそうで、その中でも動詞の活用の難しさや聞き取りの難しさが壁だという意見が多かったそうです。美智子先生は自分一人ではなく、同じような問題を抱えていらっしゃるというところと、それぞれ工夫をしながら学習を進めていらっしゃるというところが強く印象に残ったそうです。そして多くの方が同じように壁だと感じていらっしゃったのは、フランス語で会話をする場の不足と美智子先生はレポートでおっしゃっています。確かに
日本でフランス語を話す機会というのはなかなかありませんよね。美智子先生は参加者の皆さんと一緒に、フランス語を話す機会がない場合はどのようにすればよいのか、活発に話し合われたそうです。また、日本語のそれとは全く違うフランス語の動詞活用についても、たくさんの意見が出たと美智子先生はおっしゃっています。フランス語学習を始めると、まず最初に動詞の活用を覚えなければいけませんが、その数の多さ、難しさは多くのフランス語学習者にとって大きな壁として立ちはだかりますよね。その動詞活用の習得方法についても、美智子先生を中心としてたくさんのアイデアが出されたそうです。今回のコミュニティは、参加者の皆さんと美智子先生が一緒にアイデアを出しながら、話が尽きずに時間切れとなってしまった、とても楽しい会だったそうです。美智子先生はこうしてフランス語の壁を越えた。開催レポートの全文は、アンサンブルが運営しているコミュニティサイト、クラブアンサンブルに掲載されておりますので、気になる方はぜひ情報交換コミュニティより記事をご覧になってくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。